で。毎日のヤクルトも忘れずに。ミルクはいいですか？お願いします。はい、どうぞ。ありがとう。何が贅沢って自分たちで育てたブロッコリー。あ、コーヒーも美味しい。一応マヨネーズ出しといてあげたから。ありがとう。そう、出されると使いづらいものだよね。使いづらいね。この耳のカリカリが好き。パスコ？うん、パスコ美味しいよね。うん、特に私普通の食パンとは違う耳。耳が美味しいよね。うん、スティックブロッコリー。うん、甘い。甘い。素人が育ててもこんな美味しい野菜ができる。スティックブロッコリーの収穫が楽しみ。楽しみだね。まだどんどんでき出て。できる。あ、すごいね。楽しみだな。今日天気いいから行きますか。行こう。ね。でも結構野菜でき、うん。もう収穫しないと。そう。ちょっと危ないレベルになってきた。うん。先にカーコ君たちに食べられてしまう。嬉しいね。嬉しい。じゃあ今日は大きいリク。大きいリックだよ今日は。あ、今日白菜の収穫だから車で行かないとダメ。だってあんな大きいのとか株とかもあるでしょ。株もあって、あと小松菜。それ電車背負ってくる行商のおばちゃんのように。でリースも買うでしょ。またかっこいいな、昭和の景色。いいな。いいね。ちょっと早、なんかそう思うと早く食べて行きたくなっちゃう。行きたいね、行きたいね、行きたいね。じゃあバターとかお願いしていい？いいよ。今日は忙しいからね。忙しいからね。共同作業。
先生こんにちは。お世話になります。こんにちは。ありがとう。ちょっと聞いたのはこの黄色くなるのは追肥をしてくださいっていただいたんで、ちょっと今日追肥をして、はい、あとブロッコリーとか白菜一つ、うんうん、この辺、はい、めちゃくちゃ取れそうです、ね、はい、あのすみませんスタッフさん、今日の収穫体験、今日収穫体験、あ、収穫体験なんです、はい、収穫の時しか来ないすごいね、美味しそう、ぬか漬け、いいね、これもいいかな、いいね、もうね、いいんじゃない、気づかないですか、うん、あ、今平気だ。え、なんだろう。切らなくても、すごい。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 うちの大きいのはちょっと親芋なんで硬いかもしれない。うん、ちっちゃい方がいいね。うん、ちょっと素揚げしてちっちゃいの。この、はい。そうだね。この格好で入れるところって立ち食いそばぐらいしかない。すごいよなんか。
本当はここにね、玉ねぎのみじん切りをちょっと入れたり。あ、美味しそうだね。うん、でもちょっと省略です。省略ですか。仲いいね。いいよね、仲良くする。ドレッシングがたっぷりになっちゃった。いいね、いいね。マヨネーズいる？あ、マヨネーズ、あ、いらないな。いらない？うん、あんまりワイングラス使わないね。ね、メリークリスマス。スタッフさんからいただいたジャガイモ。そうだね、ジャガイモ食べてみて。うん、美味しい。デンマークにいた頃、お米はなくて毎日ジャガイモ食べたよね。ご飯が食べられないと僕じゃちょっと考えられない、ね、よく頑張ったよね、1年間ね。もう前に全部ジャガイモ畑だからね。そうだよね。サラダ取ろうか。あ、ありがとう。初めて。ちょっとね、まあ、興味津々。美味しいよ。美味しい？うん。本当？なんかインゲンを縦に切るって初めて。粒マスタードがいい感じ。あ。うん。チリだからね。うん。うん。ま。なんかシュリンプ食べると白もいいかなって。ああ。じゃあもう一本出しますか。格闘っていう感じだ。すんごい味がやっぱり一昼夜っていうだけあって味付け、うん、油も低温どころかさ、まだそう温める前に投入してしまって、それから火つけんだもんね。うん、皮もパリパリ。ほんと？うん。いただきます。ほんとだ、もっと脂っこいかなって。そんなことないね。だって低温どころが温めない、常温だもん ね、うん、ね。あ、ちゃんと骨まで火が通ってる。すごい、あんなフライパンで揚げたようには思えない。かわいいでしょ、足先。クリスマスぐらいこうしないとね。ありがとう。でも待ちきれないから24日もめくっていいかな。うん、24日？うん、待ちきれないから。そうね。何見せて見せて。指のおつまみ。え、私24日も待てないんだけど、いいかな。ハートはいっぱいなんだけどさ、なんか平らだよ。何も入ってない。これさ、うん、まずこの薄いこう水色からして、あのブランドの色だしさ、何これ作ったの？ご苦労様。あったー。まだ作ってたの？
値段が書いてないからなんか一生懸命やってたもんね。いや、サンタさんからの贈り物。 あ、ありがとうございます。勝手にインゲンいっぱい食べていいよ。作ったの？ご苦労様。サンタさんからプレゼント、うん、絶対作ったって言わない、うん、手が震えた。どうしたどうした。うわすごい。あれなんか大変なことになって、ごめんなさい。これどうした。実は電車の中で居眠り、ちょっと睡魔に襲われて寝ちゃったら落としちゃったの。膝の上から落とした。はい、ごめんなさい。でもね、漫画みたい。私生まれて初めてなのケーキを落とした。初めてのお使い。サンタさんママに怒られる。ここに修復させてくれる。ワインでも飲んで見てるね。修復。あ、いいじゃんいいじゃん。なんかこの中に。ほら修復。ほら。はい。修復する材料。修復ちょっと修復する。生まれて初めてケーキを電車で。それもクリスマスケーキ。あのね、目の前にね、コトンって落ちたの。その時どう思った。目が覚めた。目が覚めた。思いっきり。そりゃ覚めた。ありがとう。さて、これどこのケーキでしょう。どこの。もうね、宴会になるっていうから、うん、山の上ホテルの。山の上ホテルね。もう来年閉館しちゃう。2月に閉館で、ね、レストランとかこうね、一部はこう百貨店とか入ってるんだけど、うん、なんでぜひそのケーキをと思ってきたんだけど。ごめんなさい。わざわざね、お茶の水からだけど。おばあちゃんちの近くだからね。そう小さい時通ったんでしょ。通った、ね。今日もなんかね、大勢の人も来てたし、クリスマスツリーも海にあって。すごい。どうぞ。え、私こっちでいい。いいよ。じゃあこっち食べる人はちょっと多めにね、特典として。大きく。せっかくだから。でも随分大きいよね。ちょっと特典っていいし、そういう部位だから。いただきますケーキに感謝。今年も食べられたね。あの、運んでくれ。運んでくれ。来て私に。お疲れ様。あ、やっぱり美味しい、うん、美味しいね。山の上ホテルのケーキ、うん、でもいい思い出になるね。だってもう山の上ホテルのケーキ食べられないわけだから。今年のクリスマスは特別だね。